君が自身のソロ曲に込めた思いや、神君がラブソングで表現したい感情など、どれも彼らの人間性が垣間見えるものであり、ファンにとっては一つ一つが特別な存在です。岸君の「レシピ」というソロ曲をめぐるエピソードは、彼の音楽への情熱と、その背後にある深い思いを感じさせます。この楽曲は、単なる趣味から生まれたものではなく、彼がアーティストとしての一歩を踏み出す大切な作品です。 そののの制作過程やや、タイトルに込めめられた意味は、彼自身の成長やファンとと絆を深める重要な要素となな素っています。レシピというタイトルが示す通りこの曲は一つのレシピとして岸君がこれまで経験してきたことや彼自身が感じていることを音楽という形で表現したものなのでしょうタイトルに込められた意味や歌詞に隠されたメッセージは彼の内面を映し出しているように感じられます これまでの彼のキャリアや人間関係、そして彼自身の成長がこの楽曲に凝縮されているのではないでしょうか。また、この曲が趣味の域を超えて、彼を一流のアーティストへと導く一歩であることも見逃せません。岸くんは、自らの音楽を通じて、ファンに新しい視点や感動を届けようとしています。その背景には、彼の音楽に対する真摯な姿勢と、ファンへの愛情があることは間違いありません。 楽曲制作における彼の努力は、ファンに対する感謝の表れでもあります。彼が YouTube ライブでファンと交流し、その中で新しい楽曲について語る姿は、彼がいかにファンを大切にしているかを物語っています。ファンとのコミュニケーションを大切にし、彼らからのフィードバックを真摯に受け止め、それを自分の音楽に反映させる姿勢は、真のアーティストとしての成長を感じさせます。また、 キシ君のレシピに限らず、INZM アルバムの制作過程や他のメンバーのソロ楽曲についても、彼らの音楽に対する真剣な姿勢が伝わってきます。彼らが自らの手で作り上げた作品には、それぞれのメンバーの個性や感性が色濃く反映されており、ファンにとっても特別な存在となっています。例えば、翔君のソロ曲や、神君のラブソングなど、どの楽曲もメンバーそれぞれの魅力が詰まっています。 さらに、彼らが生配信を通じてファンと直接コミュニケーションを図ることでファンとの距離感がさらに縮まっているのも特徴です。ファンはリアルタイムで彼らの生の声を聞き彼らの考えや思いに直接触れることでより深く彼らを理解し共感することができるのです。そのような生配信はファンにとって特別な時間であり彼らの音楽やパフォーマンスに対する期待感を一層高めています。 また、彼らが「趣味で作った」という言葉に表されるように、音楽制作が単なる仕事ではなく、彼ら自身の楽しみであり、ライフワークであることがうかがえます。このような姿勢が、彼らの音楽に対する真摯さを際立たせており、ファンにとっても大きな魅力となっています。例えば、翔くんが自身のソロ曲に込めた思いや、神くんがラブソングで表現したい感情など、 どれも彼らの人間性が垣間見えるものであり、ファンにとっては一つ一つが特別な存在です。特に、彼らが語る音楽が持つ力や、音楽を通じて伝えたいメッセージには、強い共感を覚えます。音楽を愛し、それを通じてファンとつながりたいという彼らの思いが、楽曲やライブパフォーマンスの随所に感じられます。また、岸くんのレシピに関しては、 歌詞と曲調のギャップが楽しみの一つであり、そこには彼独自のユーモアやセンスが感じられるでしょう。彼がどのような意図でそのギャップを作り出したのか、またそれがファンにどう受け取られるのかは、今後の楽しみでもあります。彼らが制作したアルバムには、そうした彼らの人間性やアーティストとしての成長が詰まっており、ファンにとってはまさに宝物と言えるでしょう。それぞれの楽曲には、彼らが感じていること、 考えていることが反映されており、それがファンにとって共感や感動を呼び起こします。また、彼らが自分たちの楽曲を我が子として語る姿は非常に印象的です。自分たちが手塩にかけて作り上げた作品に対する愛情が彼らの言葉の端々に感じられます。それはまるで親が子供を誇りに思うように彼らが自分たちの音楽を誇りに思っている様子をうかがわせます。さらに、 彼らが音楽を通じて伝えたいメッセージや、ファンへの感謝の気持ちが、楽曲やパフォーマンスの随所に込められていることも、彼らの魅力の一つです。彼らは、音楽を通じてファンとつながり、そのつながりを大切にしています。それが、彼らの音楽に対する姿勢をさらに際立たせているのです。彼らの音楽が多くのファンに愛される理由は、その真摯な姿勢と、ファンとの強い絆にあります。 彼らがどれだけ音楽を愛しているか、その音楽を通じてファンにどれだけの思いを伝えたいかが、楽曲の一つ一つに表れています。例えば、彼らが語る、音楽って本当に素晴らしいよね、という言葉には、音楽に対する深い愛情が感じられます。それは、彼らが音楽を通じて感じている感動や、音楽が持つ力を実感しているからこその言葉でしょう。そして、 その感動をファンと共有したいという強い思いが彼らの音楽活動の根底にあるのです。また彼らが音楽制作に携わる中で感じる喜びや達成感もファンにとっては非常に魅力的です。岸くんがレシピを通じて表現したかったこと、翔くんや神くんがそれぞれのソロ曲に込めた感情、そして INZM 全体のアルバム制作に込められた思いは。 全てが彼らの音楽活動は単にエンターテインメントとしてだけでなく深いメッセージ性や社会的な意義も持っています。ファンに向けたメッセージ彼ら自身が感じている社会の問題やそれに対する考えが音楽という形で表現されているのです。例えば彼らが自分たちの音楽を通じて伝えたい幸せや愛のメッセージは 現代社会において非常に重要なテーマとなっています。そして、彼らの音楽には、そのような普遍的なテーマだけでなく、個人的な経験や感情も色濃く反映されています。それぞれのメンバーが経験してきたことや、感じていることが、彼らの楽曲に織り込まれており、それがファンにとって共感を呼ぶ要素となっています。彼らが音楽を通じて語る、幸せや、愛は、単なる抽象的な概念ではなく、 彼ら自身が感じ、体験したリアルな感情に基づいています。そのため、彼らの楽曲は、聴く人々にとって非常に親近感のあるものとなっており、ファンが自分自身の経験や感情と重ね合わせることができるのです。これは、彼らの音楽が多くの人々に愛される理由の一つであり、彼らが音楽を通じてファンと深いつながりを持つことができる要因でもあります。また、彼らの音楽に対する姿勢は、 ファンだけでなく、他のアーティストや音楽関係者からも高く評価されています。彼らが自らの手で音楽を作り上げ、それをファンに届けるプロセスは、他のアーティストにとっても刺激となり、彼らの音楽活動がさらに広がっていくきっかけとなっています。例えば、岸君がレシピをセルフプロデュースしたことや、他のメンバーがそれぞれのソロ曲に深く関わったことは、彼らが単なるパフォーマーではなく、 アーティストとしての側面を持っていることを示しています。彼らが音楽を通じて表現したいこと、それをどうやって形にするかを真剣に考え、それを実現するために努力している姿勢は、多くの人々に感銘を与えています。そして、彼らがファンに対して見せる素顔や、音楽に対する情熱は、ファンにとって非常に魅力的です。彼らが音楽を愛し、それを通じてファンとつながりたいという思いが、 楽曲やパフォーマンスの中で表現されておりそれが彼ら。